こんにちは、だんだん天気が下り坂ということでありまして、一雨ごとにまた春が近づくのかなというそんな思いがしております。紅梅が咲いたりまた福寿草が話題になったりで、いよいよ明日は、渓流の解禁日ということで、まあ、太閤宮の皆さん本当に今からワクワクしているんじゃないかなと思います。今日の記者会見につきましては来年度の予算について詳しくお話をさせていただき、また皆さんから意見をいただくと質問いただくということで進めたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは最初に令和6年度の当初予算について説明をさせていただきます。まず予算書の1ページ、まあ、表紙でありますが、概要、あ、これか、でこの令和6年度の当初予算の概要という、これであります。まず令和6年度の予算のタイトルでありますが、市政の継続性を念頭に、前年度に引き続きまして、誰一人取り残さない持続可能な未来都市、このようにしてあります。で、また副題としましては、地域の未来を共に描く新たなまちづくりであります。続いて2ページの予算編成にあたってというところでありますが、これは令和6年度の当初予算の編成にあたりましては、新型コロナウイルス感染症の5類への移行、それから幹線道路、広域交通網の事業の進捗、高校の再編に向けた動き、さらには徳佐ダム建設再開を求める活動など、伊那市を取り巻く状況が大きく変化しようとしているわけでありまして、これらを見据えた伊那市の新たなまちづくりに取り組むということを意識をしてあります。で、これまで成果を上げてまいりました食料や水、エネルギーの自給自足による持続可能なまちづくりの実現に向けて、伊那から減らそう CO2、あるいは50年の森ビジョン、農林業への支援などの事業に、フィンランドに学んだと言いますか、フィンランドに学ぶ森林と教育との関わり、こうしたことを通じた人づくりを加えて取り組みを進めてまいりたいと考えております。でさらに安全安心なまちづくり、移住定住の取り組みの強化、福祉政策の充実、新産業技術の活用による地域課題の解決、幹線道路網の整備、企業誘致、こうしたことも進めていく考えであります。一方では物価の高騰まだまだ続いておりまして、市の経常経費あるいは事業費、これを大変増大させる要因ともなっております。事業の見直し、事業費の縮小、将来の負担等も踏まえた中で施設の統廃合、こうしたものについてもさらなる検討を進めるように指示をしたところであります。引き続いて、物価の高騰につきましては、市民や企業の経済活動にも大きな影響を及ぼしておりまして、子どもをはじめ社会的に弱い立場に置かれた皆さんへの支援についてはこれまで同様に予算編成に計上しておりますけれども、市民生活と地域経済の状況によって補正予算にて対応していく考えであります。引き続いて持続可能な行政運営に向けて行財政改革による財政の健全化に取り組むということは当然でありますし、まちづくりを中心とした魅力あふれる伊那市としてのブランディングというものも進めてまいる所存であります。3ページをお願いをいたします。令和6年度の一般会計の予算規模でありますが、352億7200万円であります。で、これは過去4番目の規模となっております。9つの特別会計、3つの企業会計を合わせた全会計の予算額でありますが、
トータルとして600億7967万円ということで、まあ、令和5年度に比べて約14億5000万円余りの減となっております。4ページ5ページ令和6年度の一般会計の当初予算案であります。まずあの円グラフでありますが、まあ、円グラフ、それからあの当初予算規模の推移としての棒グラフがあります。4ページ5ページについては予算規模の推移とそれから歳入歳出のグラフとなっているものでありますので、後ほどご覧をいただければと思います。で、6ページの資債残高についてでありますが、令和5年度、令和6年度は見込みでございますけれども、残高を減らしていくという見込みとなっております。なお令和5年度に予算化しましたふるさと融資につきましては令和6年度への繰り越しを予定をしておりますので、令和6年度は若干の増となる見込みであります。平成18年に397億円でありました一般会計の資債残高でありますが、令和5年度末には約270億円というもので、127億円ほどの減、こうしたの金額を見込んでいるところであります。一方、基金残高でございますけれども、令和5年度末に221億円強となる見込みであります。で、ふるさと納税の制度改正、あるいは有効な事業への活用によって、ふるさと応援基金については、今後減少をしていく傾向であるということを予想しておりまして、まあ、令和6年度末の残高については、一般会計全体で207億円の見込みとしております。で、主な財政指標のうち令和5年度のものは見込みの数値となっておりますが、引き続いて財政は健全な状態であると言えますので、まあ、今後についてもこれは維持をしていくと。またあの参考の特別会計と企業会計の記載残高のうち下水道事業会計につきましてはピークでありました平成21年度末と比べ、記載残高を149億円減らして、令和5年度末には250億円になる見込みであります。市民生活への影響を考慮しながら、下水道の使用量を据え置いているところでありますが、まあ、資本費平準化火災拡充の国の制度改正を受けまして、令和6年度からは資本費平準化平準火災借り入れ、これを増額をしていくものでありますので、記載残高の減少というのは、今までに比べても鈍化していくだろうという見込みであります。それから7ページの合併特例債、特例事業債等でありますが、これについてはこのページをご覧いただければと思います。で、次の一般会計の予算額の歳入であります。歳入につきましては、一貫市税収入については約1億3000万円の減を見込んでおります。で、令和5年度の課税が堅調でありますことから、令和5年度の決算ベースとしておりますけれども、物価高騰の影響等も懸念をされますので、今後の動向については注視をしてまいりたいと。で、19巻の寄付額、寄付金の減でありますが、これはふるさと納税の制度が大変変わってきたという中で、このことの影響によって減を見込むというものであります。10、11ページの歳出でありますが、歳出を目的別に見ますと、2巻の総務費はふるさと納税の制度改正によっての約20億5300万円の減と、3巻の民生費でありますが、給付費、あるいは扶助費の増、公立私立保育園の運営費、負担金等の増によって、約6億4千万円増えているという状況であります。4巻の衛生費でありますが、地域脱炭素移行、再エネ推進事業としまして、小型の木質バイオマス発電設備、この設置工事、
また広域連合あるいは中央行政組合への負担金の増などによりまして約2億1500万円の増となっております。6巻の農林水産費につきましてはペレット製造施設の整備補助金の改造によって約2億1200万円の増ということで、8巻の土木費でありますが、これは資本費平準化債拡充の制度改正によって、下水道事業の出資金が改元となりましたので、5億5900万円の減という数字となっております。次が、性質別の歳出についてはご覧をいただいて、14ページの市税であります。14ページの市税につきましては、全体で 1.5%。約1億3400万円の減を見込んでおります。税目ごとの増減についてはまたご確認をいただければと思います。15ページの地方消費税の交付金でありますが、これを充てる経費ということを持ってあります。あともう一冊の当初予算のポイントというものがありますので、そちらをご覧いただければと思います。1ページの表紙でありますが、伊那市当初予算のポイントで具体的な事業について説明をしてあります。まず1としましては、令和6年度の重点事業、特徴的な事業を説明をしてあります。2ページの令和6年度重点事業、特徴的な事業でありますが、2ページから6ページまで重点事業、あるいは特徴的な事業を掲載しておりまして、主に7つの柱で構成をしております。まず1つ目は CO2 削減、再生可能エネルギー、環境関連施策、そして2つ目でありますが、移住定住関連、3つ目は福祉関連の施設となっておりまして、それ以降、産業振興関連、社会インフラ整備、まちづくり推進関連、教育関連、防災関連、その他となっております。7ページ第2次伊那市総合計画基本構想、施策の大綱ごとの主な事業であります。伊那市総合計画の施策の大綱ごとに主な事業をまとめておりまして、1で掲載したものも再掲というふうになっております。これ主な事業を言った方がいいのかな。それで特徴的な事業をちょっといくつか触れたいと思いますけれども、やはり CO2 削減については待ったなしの状況でありまして、これは地方都市の伊那市としては具体的な目標を持ちながらしっかりと進めていかなければいけないということで、再エネ推進交付金をいただいておりますので、こうしたものを使って4億1000万よということであります。でこれはペレットボイラーとかペレットストーブの補助導入補助、また先ほど説明をしましたけれども、木質バイマスの発電設備の導入ということで、今検討を進めております。あと化石燃料からの脱却の中では、やはりペレットストーブあるいは薪ストーブということももちろんですが、通年非常に消費の安定して使えるペレットボイラーというのを農業用施設とか、さまざまな公共施設もそうですが、そうしたところに導入を進めていきたいということ、それと市街地循環バス、これ EV バスの購入を考えております。で、これはトルコのカルサン社というところのもので、日本では初めて入れるということで、今まで中国製でありましたけど、主流であったんですが、やはり坂道に弱いと、上り坂に弱いということなんかを考えて、ヨーロッパでは一般的に普及をしているこのカルサン社の EV バスというものを導入をする計画であります。
あと移住定住、生活困窮者への支援、高校進学などへの準備金の支援ということで250万円持ってございます。でこれは児童扶養手当の受給家庭の負担の軽減というものを目的としまして、児童扶養手当の対象となっている中学生、中学3年生1人当たり5万円の支給という考えであります。あと産業振興関係では東原工業団地第2期の拡張エリアの事業、整備事業が着々と進んでおります。あと南アルプスの林道バス川柳荘前から出るわけでありますが、文具峠に行くラインについても今度この戸田パークという名称の、川柳荘じゃなくて戸田パークというその場所から木の里ラインということで、市営バスが運行が始まると、また徐々にでありますが、伊那市の有機農業の産地づくりをしながら、また学校給食へのお米からまず手始めに有機米を導入していこうということで、この供給できる農家の皆さんをだんだん増やしながら、伊那市の学校給食については有機米に切り替えていきたいという考えであります。5ページでは従来の伊那バイパス、生駒アルプスロード、環状北線の整備の促進と、それと上から3つ目ですが、複合遊具の設置を、高遠長谷地域になかったものですから、ホリデーパークの芝生の公園のところに一基新設をしようということでございます。あと国体が2巡目やってくるわけでありますけれども、これに向けた競技場の改修だとか、一番下にありますが、不登校等の児童生徒に対する NPO の皆さんとの連携ということで、居場所の提供あるいは支援ということもしっかりやっていこうと考えています。喋ってることがいっぱいになっちゃうね。そうですか。じゃあそこまでね。はい、教育関係では未来の教育コーディネーターの配置ということで、これもちょっと特徴的かなと思います。やはりフィンランドの教育の研究、それからその導入できる部分については、伊那市内の学校現場にどのようにして導入していくのかという、そのためのコーディネーターを、配置をするということであります。防災関連については、三分川総合開発工事事業の促進規制同盟会のところ、これ2月の1日に、長野県建設部、それから2月7日に中部町整備局の局長、河川部長、そして2月の8日に安倍知事で、昨日2月の14日には国土交通省の水局の局長、あるいは河川部長、そうしたところに行って要望活動を具体的に行ってきております。感触としては非常にいい感触というふうに捉えておりまして、三分川総合開発、特に徳佐ダムについてはもう何十年もこう眠ったままとなっておりましたので、これを事業化していきたいということです。わずかでありますけどもってございます。はい、それが今の重点事業というか特徴的なポイントであります。次に第2次伊那市総合計画基本構想、施策の大綱ごとの主な事業でありますが、これは伊那市総合計画の施策の大綱ごとに主な事業をまとめております。先ほど説明した1で掲載したものも再掲ということになっております。ここら辺については同じなので、飛ばさせていただきまして、で21ページ以降でありますが、
ここら辺は参考資料でありますけれども、まあ、後ほどご確認をいただければというふうに思います。これでいいのかな、はい。とりあえず当初予算の説明は以上でありますが、最初にやる、じゃあ続いて、じゃあ続いて3月の伊那市議会定例会についての説明をさせていただきます。3月の伊那市議会定例会の会期日程でありますが、2月の22日の木曜日から3月15日までの23日間と、で本会議それから常任委員会審査ともに9時半からということであります。予算の審査につきましては、予算特別委員会を開催し、開始時刻は各常任委員会終了後の午前11時ごろからを予定をしているところであります。2ページ3ページをご覧いただきたいと思います。定例会の提出予定の議案一覧でありますが、提出議案につきましては一般案件が7件、条例案件16件、人事案件1件、予算案件9件、補正が9件の当初が13件ということで、合計46件の提案であります。4ページ以降につきましては3月補正予算の概要であります。事業確定などによって、決算に近づけるための補正、またその他としましては国の補正予算を受けて対応する、予定の事業、こうしたものも計上をしてあります。以上が3月定例会についてであります。次に、池上修法生誕150年ということであります。この池上修法については、生誕150年についてということでご覧をいただきたいと思います。高遠出身の日本画家ということで、明治22年に15歳で上京をして、唐木寛歩という、花鳥画を得意とする画家に弟子入りをしていると、その後今でいうところの、美術展ですね、文部科学省の美術展覧会、文展といいますけども、ここで3年連続特選を受賞をしたり、また帝国美術展、美術院展ですね、これでは審査員を務めるなど、当時の日本の画壇を牽引をした方であります。で、この令和6年でありますが、池上修法の生誕150年に当たるわけでありまして、長野県美術館、それから練馬区の区立美術館で巡回展を開催をすると、また伊那文化会館でも修法展を実施をする予定であります。でこの150年という記念の年に、伊那市では信州高遠美術館、それから高遠町歴史博物館、さらに伊那市創造館、こうした施設が連携をして、池上修法の生誕150年を記念した展覧会というものを開催をする予定であります。次にパンフレット、池上修法を紹介するパンフレットをご覧をいただければと思います。でこの同時期に同一作家の展覧会が開催される、稀な機会となりますので、池上修法をより多くの方々に知っていただくために、修法を紹介するパンフレットを作成する予定であります。これについては約2万枚を印刷をし、市内のすべての小中学生にも配布、また市内の文化施設、社会教育施設にも置くということで、先ほどお話をしました長野県の長野県立美術館とか練馬区立美術館でも配布をしていただく予定であります。次の3のですね、池上修法カードというものについて説明をいたします。池上修法カードのチラシをご覧いただきたいと思いますが、このカードについては展覧会を行います伊那市内の4つの施設、美術館、歴博、創造館、伊那文化会館、ここで交付をいたします。で4種類すべてを集めた方に長野県立美術館の池上修法展の
まあ、入管権の引き換え権、これをお送りをする予定であります。まあ、池上秋芳、極めて有名な画家でありますけれども、まだ市民の中ではあまりこう知られていない部分もあったり、また改めてこの150年を捉えて、秋芳についてスポットライトを当てて、まあ、郷土の偉人としてのまた日本の画壇を牽引をした、そうしたところに着目注目をしていただければと思っております。続いて情報提供ですね。いよいよ春の高校稲駅伝が近づいてまいりました。男子が47回、女子が40回の記念大会ということで、女子は10時スタート、男子は12時10分のスタート。今年も盛大に開催できることを嬉しく思っております。で、今大会の注目ポイントでありますが、今年も長野放送と BS 富士によります全国生中継、これ男子の部でありますが、生中継が行われます。で、まあ、駅伝のファンにご覧をいただけるということとともに、まあ、伊那市の魅力も全国に発信をしていきたいと。で、能登半島地震でも被災された北陸各県からも参加がありますので、若者たちが頑張っている姿というものも被災地に届けられたら嬉しく思います。で、女子は40回の記念大会でありますので、開会式に合わせて、伊那駅伝に出場経験のあります日本のトップランナー田中希実選手とのディスカッションというものを考えております。で、今日時点 のエントリー状況でありますが、過去最高の男子は134チーム、うち招待校が15チーム、女子は58チーム、招待校は8校ということで、合計192チームであります。で、今年も北は北海道から沖縄まで、南は沖縄まで、多くの高校にエントリーをいただいております。で、地元上伊那の出場校、これは男子は稲北高校と上伊那農業高校の2校、女子は稲北高校の1校、南進合同チームとしては稲南市高校の選手が参加をするということであります。で、大会当日は交通規制を行うということで、まあ、市民の皆さんにもご迷惑をおかけしますけれども、まあ、ご理解とご協力をお願いをしたいと思います。また全国から選手、保護者、関係者、たくさんの皆さんがお見えになります。で、市民の皆さんも温かくお迎えをいただいて、沿道での応援をお願いをしたいと。また当日前、1週間か2週間ぐらい前には試走するために高校生が伊那市内を走ると思いますけれども、交通事故には十分気をつけて、また運転する皆さんも十分注意をして運転をお願いをしたいというふうに思っております。昨年はこの春の高校稲駅伝の育ての親の城田先生がお亡くなりになりまして、まあ、本当に悲しいわけでありますけれども、まあ、とはいえ、先生もこうした稲の駅伝が宮小路の全国高校駅伝、これを占う大会まで成長したということで、晩年も喜んでおられました。選手たちの日頃の成果を発揮できるように、大会の準備を今から進めているところであります。次が伊那市フェア in 新宿2024ということであります。これは新宿駅の東南口、御苑に行くところでありますが、ここに高遠小彼岸桜を2本植えて、あります。で、まあ、新宿区の商店街の皆さんもこの桜をめでる会ということで、広場でいろんな催し物をする中で、まあ、伊那市と新宿との、まあ、友好都市の連携を深めるために、まあ、にぎわいのイベント、
イナシフェア in 新宿2024というものを開催をいたします。これは甲州街道の下の、下の下にですね、さなぎという場所がありまして、そうしたところを場所をお借りしながら、高遠城址公園の桜への誘客とか伊那市の特産品の販売ということをやっていく予定であります。で、期間については3月16日の土曜日から翌日の17日と、で時間が11時から18時で、会場は先ほど言いました東南口のさなぎ新宿イベントスペースということであります。で、この日の12時からですね、高遠コキアン桜をめでる会というものがありまして、これはお琴とか野立てとか、尺足の演奏、これは新宿東口商店街の振興会の皆さんが、振興組合の皆さんが、計画をして、実施をしてもらうものであります。当日新宿の区長さんもお見えになったり、非常に にぎわいのあるイベントとなっておりますので、私も参加をする予定でおります。最後に情報提供でありますね。まず信州高遠美術館からのイベントでありますが、先ほどお話をしました修補展池上修補生誕150年展3月の2日から5月の19日まで。で、まあ、一般の方は500円でありますが、高校生以下については無料ということで、本物にしっかりと触れ合ってもらいたいということで無料としてあります。あとは主な行事として、今週末の18日日曜日、伊那市消防団音楽隊の第10回の定期演奏会が伊那文化会館で行われます。それと池上修補は先ほど言いました、伊那市フェア、それ高遠城址公園の公園開きでありますが、3月の23日土曜日午前10時からであります。去年は3月26日にも開花ということで、非常に関係者焦りまして、今年はもう少し 前段階から公園開きをしましょうということで23日であります。で、春の高校稲駅伝が3月の24日ということであります。で、今年は今のところでありますが、安倍知事も参加できるような話を聞いておりますので、にぎわいのあるそんな全国的な駅伝になることを期待をしております。あとコンサートがあったり、エーデルワイスコンサート、スプリングコンサート、毎年やっております。その他には能登半島地震の復興支援コンサートということで、ピアノリサイタルが3月の9日午後2時からあります。3月20日には春休み子ども人形劇場ということ、これはどこでやるんだっけ、障害学習センターですね。あと創造館でも池上修補、それから井上先月の真空が見つかったりしておりますので、あるいは流域の特別展示というものも3月の16日から5月の13日までと、ですね。あとは見晴らしファームのチューリップ祭りが3月の2日3日、午前9時から3時までということで予定をされております。私からはじゃあ以上であります。それでは質疑に入らせていただきます。会社名とお名前からの質問をお願いいたします。長野県の大阪ですが、お願いします。予算の話になってしまうんですが、今回この予算、当初予算ポイントという中での話ですが、充電事業ということで、CO2 削減、再生可能エネルギーと分かってますけど、この、だから小型
オフィスバイオマス発電設備導入というのは今2億円規模でかなり大きいんですが、新しい事業ということで具体的にどの辺に導入する、どこにどう導入するとか、そういうのは今まだ検討中ではありますけれども、導入をしたいなと思っているのがペレット工場です。でペレットは CO2 削減の一つの、象徴でもありますけれども、製造工程で電気を使いますので、その電気をこの木質バイオマスのチップ発電設備に変えることによって、完璧に、完全にこうゼロにできないかなと。でただ1台では足りないと思いますので、様子を見ながらということになりますけれども、そんなことでペレット工場で材料もですね、洪水時なんかで流木が発生します。でこれを切削というかチップ化してとか、あるいは間伐材とか、あと未利用材ですとか、マス枯れで使えないとかですね、そうしたものを使って発電しようという考えで今、関係者と打ち合わせをしているところです。いいのかな、あそこは上田森林組合ですので8市町村でやってるんですよね。だから例えば、1ライン増やすのにいくらかかるっていうと、分担割合で案分をしてそれを出し合って作るんですけど、とは言いながらも何億円というかね、皆さんこうすぐには難しいので、たまたま伊那市は再エネ推進交付金をいただいておりますので、これを当てて、でこれを原資にして、あと借り入れもしながら作っていこうという考えでいます。ペレットの増設ですよね。ペレットの増設と、分担割はペレットの増設のラインですね。で、発電設備というのはこれも再エネ交付金で伊那市が入れて使うと、でも言ってみれば同じことだけどね、紙は全体でやってるところに持ってくるんだから。先ほど計画段階って話でしたけど、もうなんかいつごろ導入したいとか、なんとなくイメージもあったりするんでしょうか。来年度中には入れたいと。新年度ですね。ラインそのものが秋ぐらいから工事、夏から秋にかけて工事があるので、できればその時に一緒に工事をしてしまいたいかなと思ってます。その話と関係してるんですけど、この市長としてはこの CO2 削減というのは以前から田舎が減らそう CO2 ということでずっと進めてますけど、今回も設備補助、今のバイオマス発電もそうですけど、そういったこの次の24年度では伊那市から発信するこの CO2 削減再生可能エネルギー促進の事業からどれくらいどの辺になっちゃうので、どれくらいこう進めたいなみたいな目標とかありますか。来年あと3年後ですね、2027年までに伊那市の一般家庭電力を 53% は再生可能エネルギーに変えようという目標がありまして、今 40% 強切り替えが終わってます。で、だからあと3年後には 53% を達成して、その先にはさらに高いレベルの目標値をかけて立てて、いずれは 100% にしたいなという思いがあります。でこれは小水力発電とか、あるいは木質バイオマス発電だとか、木質バイオマスのペレット巻きだとか、あと LED 化とかですね、こんなことで進めるんですが、一方では製造業とか、そういう民間のところが大変大きなエネルギー使ってますので、これは経営者協会の皆さんにも今話しかけて相談を、鍵を進めて、そうした民間でも目標値を立ててだんだん減らしていきましょうねという、そんな取り組みになってますので、一つの成功事例というか形としては、具体的にどうやって減らしていくのかということを、しっかりとこう発信をしながらね、取り組んでいきたいなというふうに考えています。2050年までにカーボンニュートラルとか
ゼロっていう目標を皆さん、ね、国も県も持ってますけど、じゃあ具体的にどうやっていくのかっていうところがなかなかこう、見えないのが私の実感なんですね。よりも一番こう基礎的自治体のいなしとして、じゃあ具体的にどういうことをどうやって、投資をしながらやっていくのかっていうことがとても大事なプロセスだと思いますので、このことはやっぱり先んじてやって いけれればなというふうに思っています。ありがとうございます。もう一点ごめんなさい、うん、まあ、やはり重点事業の中の一つで、ポクサガンの話がちょっと出ましたけど、まあ、これまでも要望が続けますし、昨年末でしたかね、国の河川計画の基本方針がちょっと改定されましたけど、基本計画の変更が何でしたか、気に迫っていると思うんですが、まあ、先ほど市長は各社に伺って感触が良いという話でしたけど、市長としてはこう徳沢ダムの、まあ、事業化については今どのように進んでいるかという、まあ、その良い感触というのを少し掘り下げて教えていただけると嬉しいんですが、まあ、良い感触というか、まあ、過去にはコンクリートから人へとかですね、まあ、そういう脱ダム宣言とかそういう言葉がこう日本中を席巻した時期がありまして、まあ、私も含めてみんなそういうもんだろうなと思ってたと思うんですけど、実はその後、よくよく災害を検証してみると、ダムがあったら助かったのにねということ、あるいはその、コンクリートというかそれとハードに投資をしてこなかったがために、老朽化とかですね、そういうのがどんどん進んで社会インフラが今だんだんダメになっているっていうねこともありますので、まあやるべきことをしっかりやってこないといかないと、社会そのものが瓦解してしまうということはだんだんみんな分かってきたと思うんですね。でそうした中で、まあ、CO2 に絡んで気候変動というのは本当に顕著になってきまして、その顕著の度合いが触れ方が大きくなっている、つまりとんでもないこう豪雨があったり激甚災害がある一方で渇水で水が全くないというのは日本中こう起こっていると。で今まで小さい中の振れ幅でそういうことがあったのはだんだん大きくなっているっていうねいうことですから、そうした大変な洪水を発生するような時にそれを止めるというか調整できるのはやっぱりダムですので必要だと。また一方では渇水の時っていうのは水がないなくなってどうしようもないわけですよね。まあ、昨年新潟県の魚沼で、まあ、それがあって、でお米がもう全滅状態ということがあったときに、やはりダムに水が淡水されていてそれを使うことができれば、そうした水不足のときにも対応できるということで、非常に有効なまあ、エース級の構造物じゃないかなと思うんですよね。だからそれを、まあ、この地域としては天竜川の最大支流の壬生川というところに入れることによって、下流の水位の調整を一つの幅の中に抑え込むことができるだろうということでありますので、まあ、これは私としても、まあ、地域の皆さん、下伊那の皆さんも諏訪の皆さんも含めて、まあ、待望の施設だという認識でいますので、どうしても進めていかなければいけないな。でまた徳佐っていうのは、まあ、ずっと長い間眠っていたというか表で出てこなかったんですけど、まあ、とは言いながらも歴史を持ってるダムだと思うんですね。予定ではありますけど、つまり用地買収も終わって、でそこにいた住民の皆さんもみんな出てってくれて、用地買収も終わり、また、基礎調査だとか、調査もどんどん進んでいて、でまた、まあ、取り付け道路も一部動いていたりということで、まあ、これから始まるダムに比べてアドバンテージが非常に高いわけです。そうした歴史を持っていますので、だから、まあ、豪雨災害が出れば作りやすいので、まあまあ、県の負担ももちろんあるでしょうけれど、これは住民の命と財産を守るという大変大きな部分ですので、まあ、県にも理解をしていただきながら、また国にも理解をしていただいて、徳沢ダム建設に向かって進んでいきたいという考えであります。他にはございますでしょうか。
さんになります。信濃毎日新聞の関と申します。予算の関係で意見をお伺いしたいんですけれども、この投資予算のポイントという資料をちょっといろいろ読ませていただきますと、重点事業ですとか新規事業の中で集落支援さんですとか地域おこし協力隊の方々を活用して新しい事業を進めていくというのも参見されて非常に特徴的なのかなというふうに思ったんですけれども、先般地域おこし協力隊の皆さんの活動報告とかもありましたが、やっぱこう外のこの新しい視点とかそういうのを取り入れながらやっていきたいというような思いがあるのでしょうか。お聞かせいただきたいと思います。はい、分野には多岐にわたっているんですけど、例えば教育関係であれば実際にその北欧の教育現場にいたとかね、いうしたそういう人もいますし、で、林業関係であってももちろん実際に林業の経営というかその従事していたとか学生時代に勉強していたとかですね、そうした人がいたりして、やっぱり本当にこうオールラウンドな皆さんが続々と集まってくるなっていう感じです。で、私たち行政に携わっている職員はもちろんその方向はしっかり見るんですが、それにじゃあ今ある仕事に加えて新しい仕事をその部署でやっていけるかっていうとなかなか難しい。むしろその経験のある人が入って、外部から入って一緒になって考えることでまた別なこう姿形が描けて形になっていくという、今でも地域おこし協力隊たくさん来てもらってそのことを経験してますので、やっぱりそうした皆さんの力を借りながら、伊那市市役所だけじゃなくてみんなでこう地域を作り上げていく変えていくということが大事だと思っていますので、これからもその必要に応じて、採用していきたいし、またいい皆さんも集まってくると思っています。質問はよろしいでしょうか。では質疑は以上といただきます。次回は3月18日月曜日午前11時でこちらの教室で定例記者会見を行います。以上をもちまして終了させていただきます。お手元に来年度の日程を公開してありますのでお手元にお願いします。ありがとうございました。